久石さんに会ったのはね、1983年のナウシカの準備の時に、音楽の打ち合わせで初めて阿佐ヶ谷のスタジオで、小さなスタジオなもんですから準備室がね、潰れたバーの一室を借りてそこでやってたんです。今と違ってスケジュールが3分の1ぐらいしかなかったんじゃないかな。こう6月に準備に入って、もう翌年の3月には公開しなきゃいけないっていうスケジュールでしたから、もうこっちは追い詰められて、もう死に物狂いになってる時に久石さんが来て、随分明るくてね、こう目がキラキラしててね、はあ、面白そうですねって言ってくれたんですよ。それで久石さんがその後ピアノスケッチを送ってきてくれたら、それがナウシカのいろんなところに使われてる音楽なんだけど、とっても良くて、いや何度もね、こう机の横にその頃はテープでしたけど、テープで繰り返し繰り返し聴きながら仕事した記憶があります。それからもう25年経って、久石さんとも全部で9本作品をやったわけですけど、まあ随分いろんな幸運に助けられて仕事をやってきたけど、久石さんに会ったのもその幸運のうちの一つだなというふうに本当に思ってます。これ以上幸運を望むのはいけないですね。久石さん、頑張ってくださいね、長生きして。Thank you.